ワルツ・オブ・ザ・シャドウズのシーン、ゴールド・ディガースは、プレコード期の1933年に公開された、アメリカ合衆国のミュージカル映画。監督は、マービン・ルロイ、ミュージカル場面の演出は、バスビー・バークレー、作曲ハリー・ウォーレン、作詞・アル・ダビン。出演は、ウォーレン・ウィリアム、ジョーン・ブロンデル、アリーン、マク・マホン、ルビー・キーラー、リック・パウエル、ガイ・キビー、 ネット・スパークス、ジンジャー・ロジャース。原作は1919 19年から1920年にかけて282回上演された、エイバリー・ホップウッド作の舞台、ザ・ゴールド・デガーズ。過去に二度映画化され、1929年版は、その年最高の収益を上げ、本作も、また大ヒットした。脚本は、アーウィン・ゲルシーとジェームズ・シーモア。追加のセリフは、 ベン・マークソンとデイビッド・ベーム。2003年、アメリカ議会図書館は、文化的、歴史的、心理的に重要として、アメリカ国立フィルム登録簿に保存した。タイトルのゴールド・ディガースとは、男を垂らし込んで金を絞り取る女という意味だが、ヒロインたちのグループ名でもある。ゴールド・ディガーズたちが、ミュージカルの練習をしているところに、債権者たちがやってきて、公演の中止を言い渡す。 ゴールドディガーズのメンバー、順情娘役担当のポリー、失恋ソング担当のキャロル、お笑い担当のトリキシーの3人は共同でアパートを借りていた。仕事がなくなって起きるのも億劫。朝食を済ませた後、向かいのアパートから美しい歌が聞こえてくる。ピアノを弾き語りしているのは作曲家の卵ブラッド。ブラッドのことが好きなポリーは彼をプロデューサーのホップキンスに引き合わせる。 ホップキンスは、ブラッドの曲を気に入るが、公演を再開するには、資金がいる。するとブラッドがその資金を用立てると言い出す。ブラッドは、どこからか1万5000ドルの現金を調達してきた。銀行強盗でもしたのかといぶかしがるポリーたち。公演初日、主役のポリーの相手役が腰痛で出られなくなる。急遽、作曲者のブラッドが、大役に立ち、ポリーと、 息の合ったデュエットを見せる。公演は無事成功する。翌日の新聞を見てポリーたちは驚く。実はブラッドは奥満長者の息子だったのだ。ブラッドの兄のローレンスは、弟がショーガールに誘惑されていると思い込み、ローベン越しのピーボディを伴ってポリーたちのアパートに、赴もむく。ポリーは、不在で、キャロルとトリキシーが相手をする。ローレンスはキャロルをポリーと間違え、 金で解決しようとする。酒を交え会話しているうちにローレンスは酔いつぶれてしまう。トリキシーが寝ているローレンスをキャロルのベッドに運び、服を脱がせる。翌朝、目が覚めたローレンスはびっくりし、口止め料として1万ドルの小切手を切って、トリキシーに渡す。ローレンスは、新聞で弟とポリーが結婚したことを知る。さらにピーボディも、いつの間にか、 トリキシーと婚約していた。ローレンスはアパートに抗議に行く。そこで自分が渡した小切手が現金化されず、額縁の中に飾られているのを見て、キャロルたちショーガールが金目当てでなかったことを知る。ローレンスとキャロルは結ばれ、ゴールドディガーズの3人全員が玉残しに乗った。他に、性格俳優のスターリング・ホロウェイ、ホバート・キャバノーが、早くで出演。 振り付けのバスビー・バークレーは、リメンバー・マイ・ホー・ゴットン・マン前の呼び出し係役。さらに、ロバート・アグニュー、ジョーン・バークレー、フェルディナンド・ゴット・シャルク、アン・ホベイ、フレッド・ケルシー、チャールズ・レイン、ウォーレス・マクドナルド、ウィルバー・マック、デニス・オキーフ、フレッド・トゥーンズ、ドロシー・ウェルマン、ジェー・ン・ワイマン、リン・ブ・ローニング、タマニー・ヤングが出演している。元々のタイトルは、ハイライフで、 ウォーレン・ウィリアムの役には、ジョージ・ブレントが予定されていた。初期公は、ストーリーの感能的な部分に焦点を当てていたが、徐々に、ショーの舞台裏のシーンが増えていった。42番街のヒットもあり、スタジオはミュージカルにすることに決定。撮影は、バーバンクのワーナー・ブラザース・スタジオ。制作費は、推定43万3000ドル。1933年5月27日に、 一般公開。その年の興行成績に遺体。ワーナーブラザーズによると、アメリカ国内で220万2000ドル、海外で102万9000ドルの収益を上げた。160万2530ドルの利益。ネイサン・レビンソンがアカデミー録音賞にノミネート。We are in the money のシーン歌うのは、ジンジャー・ロジャース。一部ピックラテンで歌われる。撮影中。 ロジャーズが歌ってるのを聞いて、バークレーが採用。衣装は巨大なコインで飾られている。ルビー・キーラーとディック・パウエルのデュエット。キーラーのタップダンスと、ビリーバー・アーティフンする赤ちゃんのアクションが見物。曲の途中で、女性たちが着替えるシーンでは、幕の向こうからライトを当てて、シルエットに。幕が上がると女性たちは、金属製の服を着ていて、ディック・パウエルは缶切りで服を開けようとする。 当初の予定ではエンディングに使われるはずだった。キーラーとパウエル。暗闇で光る、ネオン管でできたバイオリンを持った女性たちの群舞が見物。昔見たボードビルからバークレーが着想。光るバイオリンは後から考えた。このシーンの撮影をしていた3月10日にマグニチュード6.4のロングビーチ地震が発生。停電になってバイオリンのいくつかがショートした。 バークレーはカメラクレーンから投げ出され、片手で宙吊りになったまま、高さ9.1メートルの壇上にいた女の子たちに、技術者たちがサウンドステージのドアを開いて明るくなるまで動かず座っているように指示したジョーン・ブロンデルとエタモートン・バーネット。終局部はエタモートン・バーネットがブロンデルを吹き替えている。舞台美術は大教皇時代の不安が反映され、 ドイツ表現主義の影響が見受けられる。1932年に起こったボーナス更新と、フランクリン・ルーズベルトが演説で述べた、忘れられた人々からバークレーが着想した。プロデューサーのジャック・エル・ワーナーと撮影所長、ダリル・カイザ・ザナックはその出来に感動し、ペッチン、イン・ザ・パークに変えて、映画のラストに使うよう命じた。追加で、ロジャースが歌う、アイブ・ガット・ツー・シング。 エトーチソングも撮られたが、編集で、カットされた。この歌は、劇中、ブラッドがホープキンスを前に、ピアノで弾き語りするシーンで聴くことができる。A.B. ゴールド・ディガース、アメリカンフィルム・インスティチュート・カタログ・ハット・ A.B. セジウィック、ジョン・ポピュラー・フィルム・ゴーイング・イン・1930、S ・ブリテン、A. チョイス・オブ・プレジャーズ・ユニバーシティ・オブ・エキシター・プレス。 p1689 兆7808億5989万 6603ab グランシー h マークワーナーブローズフィルムグローセス192151ザ・ウィリアム・シェイファー・レジャーヒストリカル・ジャーナル・オブ・フィルム・ラジオテレビジョン 15abc ワーナーブローズ・ファイナンシャル・インフォメーションインザ・ウィリアム・シェイファー・レジャーシーアペンディックス1 ヒストリカル・ジャーナル・オブ・フィルム、ラジオテレビジョン、15、サップ1、1から 31p13 ドイ、10.1080、01439689508604551アイブドブ・ザ・ゴールド・ディガーズ・ TCM ・ノーツ、ハット、コンプリート・ナショナル・フィルム・レジストリ・リスティング、ライブラリー・オブ・コングレス、2020年3月26日、閲覧、ゴールド・ディガーとは、 ウェブリオ英和辞典和英辞典ウェブリオ2020年3月26日閲覧 ABCDE フランクミラーゴールドディガーズオブ 1933TCM アーティクル FDRS ニューディールブロードウェーバウンドゴールドディガーズオブ1933ターナーエンターテイメント2006該当時間 4時53分、奥区9億7282万5960。ボックスオフィスチャンピオンズオブ1933。モーションピクチャーヘラルド、P16、HTTPS、アーカイブ、ORG、ストリーム、モーションピカッチレア114運勢ページ、N449、モード、にアップ2020年3月26日閲覧。 ザ・シックス・アカデミー・アワーズ・ナ・ミニーズ＆ウィナーズ、oscarsorg。二千二十年三月二十六日。閲覧、fdr、s ニュー・ディール、ブロードウェイ・バウンド、ゴールド・ディガーズ・オブ。一九百三十三、ターナー・エンターテイメント。二千六、該当時間、二時五十五分。奥区く九億七千二百八十二万五千九百六十、fdr。 S. ニューディール、ブロードウェイバウンドゴールドディガーズオブ1933ターナーエンターテイメント2006該当時間11時10分億9億7282万5960アコーディングツーザブックシーンソフトフォーカスプレコードハリウッドバイマークビエイラジンジャーロジャースレンディションオブアイブガットツーシングエイトーチソングワズカットビフォーリリースシンプリー Because It's Road, Down the Film, A Still of Rogers, s i t t i n g a Top, A Piano Performing It, s u r v i v e s Today and Is s h o w n in the Book. ありがとうございます。